How's it going, my cheesy fam, and welcome back to another episode of Demon Slayer the Hino Comic Chronicles. And we're just gonna pick up right where we left off. So make sure you like, leave a comment down below about what you think, what you wanna see. And as always, smack that subscribe button. I should get it. Huh? Alright, we are on chapter 6. From the anime, I'm not sure if there's actually going to be any fights this chapter, because this is all about the Hashira meeting. This may just be a cutscene episode, I'm not sure. Yo, mei sameta ka? Omae, koko ni idou shite gussuri nemutchimatte sa.全然起きねえし、みんなが心配するしで仕方ねえから。俺がずっと見張ってたんだぜ。大方、気が緩んだんじゃないかって葵ちゃんが言ってたけど。まあそうだよな。はあ。どうしたんだよ。ちょっと頭がぼーっとしてて、記憶がおぼろげというか。何をのんきな。あれだけのことをやっといてこの感じ、こいつ本当に図太いな。俺は胃が痛くて仕方なかったっての。ナタグモ山の任務が終わって、そうだ、俺は got knocked the fuck out. That's what happened. He went やい、てめえ、やい、いつまで寝てんだ。さっさと起きねえか。柱の前だぞ。なんだ、鬼を連れた鬼殺隊に2から派手なやつを期待したんだ。地味な野郎だな、おい。うむ、これからこの少年の裁判を行うと。なるほど。ゴクー、 the other goat。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて、素敵な兄弟愛。The baddie。けなげだわ。なんだ、この人たち。まだ口を挟むな、バカ野郎。誰の前にいると思ってんだ。柱の前だぞ。That's probably the thumbnail. Probably, most likely. 柱ってなんだ。何のことだ。この人たちは誰なんだ。ここはどこだ。ここは鬼殺隊の本部です。あなたは今から裁判を受けるのですよ、かまど炭治郎君。チャプター6、ハシュラミーティング。裁判を始める前に君が犯した罪の説明をし、裁判の必要などないだろう。Flame Hashira, Kenjiro Rengoku. Execute both. Sound Hashira, Tengen Uzumi. Dare yori mo hade na chibuki o misete yaru ze. Mo hade hade da. Love Hashira, Mitsuri Kanjuro. Kanroji, my bad.Stone Hashira, Giyomi, Himejima, Giyomi. I usually just call them by their first names. Miss Hashira, Muchiro Tokido. Nante yun dakke? Nezuko, Nezuko. Omae, Hashira ga hanashi o shiteiru no ni doko o miteiru? Kono okata tachi wa?鬼殺隊の中でも最も位の高い9名の剣士だぞ。柱。おい、ネズコ、ネズコ、どこだ。ネズコ、善逸、伊之助、村田さん。そんなことより富岡はどうするのかね。
拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだが、胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろ。どう処分する、どう責任を取らせる、どんな目に合わせてやろうか。イグロさん、相変わらずネチネチして蛇みたい、しつこくて素敵。富岡さん、離れたところに一人ぼっち、かわいい。まあいいじゃないですか。おとなしくついてきてくれましたし、処罰は後で考えましょう。それよりも私は坊やの方から話を聞きたいですよ。 Sorry if I butchered the names. Y'all know how I am with names. かまど炭治郎くん、なぜ鬼殺隊員でありながら鬼を連れているのですか。ゆっくりで大丈夫ですから話してください。I believe that's all on my side's one. Nisu を飲んだ方がいいですね。Nisu は顎を痛めていますから、ゆっくり飲んでください。鎮痛薬が入っているため楽になります。怪我が治ったわけではないので、無理はいけませんよ。では、かまど炭治郎くん。鬼は俺の妹なんです。俺が家を留守にしている時に襲われ、帰ったらみんな死んでいて、妹は鬼になったけど人を食ったことはないんです。今までもこれからも人を傷つけることは絶対にしません。くだらない妄言を吐き散らすな。そもそも身内ならかばって当たり前、言うことすべて信用できない。俺は信用しない。聞いてください、俺は禰豆子を治すために剣士になったんです。禰豆子が鬼になったのは2年以上前のことで、その間禰豆子は人を食ったりしてない。話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが。人を食ってないこと、これからも食わないこと、口先だけでなくド派手に証明してみせろ。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは思えないです。勝手に処分しちゃっていいんでしょうか。いらっしゃるまでとりあえず待った方が。妹は俺と一緒に戦います。鬼殺隊として人を守るために戦えるんです。だから。Oh, there he is, the last Tasha. なんだか面白いことになってるな。鬼を連れたバカ隊員ってな、そいつかい？Damn, you looks pissed. 一体全体どういう？ Win Tasha, Saname Shinzaguwa. I fucking know. Like I said, you know I'm awful with names. 鬼がなんだって坊主？ Saname. 鬼殺隊として。See, first names are pretty easy. It's usually the last names that are the hardest to fucking pronounce. そんなことはね。ありえねんだよ、バカが。俺の妹を傷つける奴は柱だろうが。I don't give a damn if you were the Hashiras. You get in these hands. そうかい。よかったな。やめろ。もうすぐ親方様がいらっしゃるぞ。親方様のおなりです。よく来たね、私の可愛い子供たち。おはよう、みんな。今日はとてもいい天気だね。空は青いのかな。顔ぶれが変わらずに半年に一度の中央会議を迎えられたこと、嬉しく思うよ。傷？いや、病気か。この人が親方様？親方様、柱、禰豆子、禰豆子。
子は？は？あ？妹ならそこにいるだろ。違ってよ、心配ちゃうの、お前。ずっと眠ってるよ。まあ、いろいろあったからな。そうか。そうだった。はぁ、あ。お前、まだ寝ぼけてるみたいだな。ちょっとその辺歩いて目覚ましてこいよ。この町屋敷の中ならどこも安全だろうし。それに俺もお前を見守るのもいい加減飽きた。起きたことみんなに伝えとくからな。お前もみんなに顔を合わせたら挨拶しとけよ。いや、少々の respect、bro。ありがとうございました。おう、さっさと回復させろよ。挨拶、そうだな。みんなに心配をかけたようだし、行こう。町屋敷、忍さんの屋敷。任務で負った怪我を治すために。これは特に気になる匂いはないな。 He actually says something if you try to use track scent. So you're just supposed to run around? Read the residents of Butterfly Mansion. Oh. It's Aoi. What up, girl? What up? お目覚めになりましたか？あ、はい。お世話になってすみません。ここは任務で傷ついた方を治療する場所。私たちがお世話をするのは当然です。謝る必要はありません。それじゃあ、ありがとうございます。目が覚めたといっても体が元に戻ったわけではありません。今後のためにももうしばらくはしっかり休息を取るようにしてください。いいですね。はいはい、頑張ります。あの、本当にこの人が中央会議で大騒ぎしたのでしょうか。 Sure is. I'm timed you, motherfucker. I'm the goat. Anything back here? Except there's gonna be some people outside and some people inside. Which is what I would be assuming. Is it punch? Yes. Yes.We can't fucking sprint or anything. It's the boys. It's the fellers. Ah, Zenitsu, Inosuke. Ah, Tanjiro. Wake up so soon. Healthy, so da na, o mae. Two of them. Kona tokoro de nani shite runda? Nani tte? Hinata bokko da yo.特にやることないし、伊之助もこんなだし。弱くてごめんね。そうか。あ、そうだ、お前さ、親方様って人に会ったんだろ。どうだった？どんな人だった？主に見た目。もしかしてすごい美人だったんじゃないだろうな。 This motherfucker. 親方様は男だぞ。うん、この会話は終わりな。God! I have lost interest in this conversation. This motherfucker. He is such a fucking simp. He's the simpiest simp of all simps. Besides maybe Ball motherfucker from My Hero. I deadass forgot his name. It's like Mineta or some shit like that. Now that motherfucker's crazy. Ran right past him. Tanjiro-san が起きてる。隠しの方が言ってた通りだ。よかった。ありがとう。心配かけてごめん。Tanjiro-san、傷は大丈夫ですか？傷は、うん、大丈夫。もう痛くないよ。
て激しい運動をしたらダメですよ。忍様に怒られてしまいます。うん、しばらくはおとなしくしてるよ。 Is that everyone? Nope. Maybe it's because I'm walking around since I woke up, but I'm feeling a little tired. Told me not to push myself, I should go back to the infirmary. Return to the room! I don't remember how to get back. 前の任務では、富岡さんにまた助けられたな。いつかお礼を言わないと。Yeah, just this way. So all of them are outside. Okay. みなの報告にあるように、鬼の被害はこれまで以上に増えている。人々の暮らしが、かつてなく脅かされつつあるということだね。鬼殺隊員も増やさなければならないが、みなの意見を。今回のナタグモ山ではっきりした。大使の質が信じられないほど落ちている。Yeah, a lot of them were just little babies. ほとんど使えない。まず育ての目が節穴だ。使えるやつか使えないやつかくらいは分かりそうなもんだろうに。人が増えれば増えるほど制御統一は難しくなっていくものです。今は随分時代も様変わりしていますし。愛する者を惨殺され入隊した者、代々鬼狩りをしている優れた血統の者以外に、それらの者たちと並ぶ、もしくはそれ以上の覚悟と気迫で結果を出すことを求めるのは残酷だ。True. それにしてもあの少年は入隊後間もなく十二鬼月と遭遇しているとは、引く力が強いように感じる。なかなか相まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだ。そうだね。しかし加減の語が大きく動いたということは、ナタグモ山近辺に無惨はいないのだろうね。浅草もそうだが、隠したいものがあると無惨は騒ぎを起こして巧妙に私たちの目をそらすから、なんとももどかしいね。しかし鬼どもは今ものうのうと人を喰らい、力をつけ生きながらえている。死んでいった者たちのためにも我々がやることは一つ。今ここにいる柱は戦国の時代、始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。宇髄天元、煉獄教授郎、古町忍、甘露寺光、時藤無一郎、姫島行明、品津川さねみ、私の子供たち、皆の活躍を期待している。That was it. That was chapter 6. Oh, well, got it. Wow. That was very short. I was not expecting it to be that short. Yeah, that was all cutscenes. Oh, but not here. Nice. Huh.I guess today's episode's a short one. I honestly, yeah, sure, it was just the Hashira meeting, so I guess there wasn't much, but I thought it would incorporate a little bit of what happens in the Butterfly Mansion.
But I guess they decided to put that in a chapter all of its own. Oh well. So, I guess, like I said, short episode. Hope you guys enjoyed. Make sure to like, leave a comment down below about what you think, what you want to see on the channel. And as always, slap the fuck out that subscribe button. We'll see y'all in the next one. Later!